ねえ、ほら、画面見て。上手にオナニーできた君へのご褒美セックス。だって。なに、その顔は。もしかして、期待しちゃってる？でもダーメ。お姉さんはしてあげないからね。そんなに残念そうな顔しないの。この元気なおちんちんを、ちゃんと気持ちよくしてあげるから。DVD と一緒にあったこの、オナホールを使って、ね。こんなものまで持ってるだなんて、君ってやっぱりエッチな子だな。この、偽物おまんこで、お姉さんとご褒美セックス、しようね。私も本物は初めて見るんだけど、こんなに柔らかくてプニプニしてるんだ。それにすごい伸びるんだね。中も男の子が気持ちよくなる仕掛けがいっぱいなんでしょ？君がどんな反応するのか、楽しみだな。それじゃ、ローションを穴の中に入れて。へぇ。この穴も、なんだかすごくいやらしい形してるね。こうして、中で、くちゅくちゅって、なじませて。すごくヘッチな音。ちょっと、指入れてみよっと。ぬるぬるしてて、細かいひだひだがびっしり。あ、ちょっと奥の方は狭くなってて、チューチューって吸い付いてくるみたい。これは絶対気持ちいいね。おちんちんがピクンって反応して、もう待ちきれないかな。じゃあゆっくりおちんちん入れてあげる。ドキドキしてる？ぬぷって先っぽ入っちゃった。腰震えてるよ。奥まで入れちゃうね。どう？気持ちいいみたい。顔見ればわかっちゃう。今はおちんちんとっても敏感になってると思うし、ゆっくり動かしてあげる。ほら、上下にしこしこ。動かすたびにプチュプチュってエッチな音するね。いかにも気持ちよくするためのおもちゃって感じで興奮しちゃう。ずっぽり根元まで入ってるのをゆっくり抜いて。
また奥までおちんちん飲み込ませて。こうしてギュッて握って動かすと、おちんちんがオナホールのどのあたりで擦れてるのかがよく分かっちゃう。このあたり、おちんちんの先っぽを入り口のところでクチュクチュすると。あんって女の子みたいな声出ちゃったね。ねえ、どんな感じ？へえ、柔らかいひだひだの溝が針にゾリゾリって絡みついてくるんだ。確かにさっき指入れた時も細かい溝がびっしりだったもんね。あそこで先っぽクチクチされるのすごそう。じゃあもうちょっと奥の狭くなってるところ、このあたりまで入れちゃうと、ねっとり狭いところを敏感なカメさんでかき分けていく感じ。ほらほら、半分くらいまで。おちんちんびくんって跳ねた。いつもは射精するために一生懸命にシコシコって早くしごいてるのかもしれないけど、こうしてゆっくり動かすと、より中のヒダヒダとかイボイボなんかの気持ちいい仕掛けが感じられるんじゃない？男の子を気持ちよくするためのおもちゃ、今日はお姉さんが敏感をちんちんにじっくりと味合わせてあげる。ほら、ベッドに横になって、このままゆっくりオナホールを動かしながら、この固くなってる乳首を、ほっ、ちんちんと一緒で。ここも敏感になってるよね。舐められると手でクリクリするのと違って甘くじんわりと気持ちよくなっちゃうでしょ。舌先で転がされると、と
もんないでしょ。女の子みたいに声出しちゃってる。他にも、吸いつくたびに体ビクンってさせちゃって、もう一回、おちんちんも乳首もトロトロだね。硬くなってる敏感乳首をお姉さんの柔らかい舌でねっとり舐めしゃぶられて、おちんちんはオナホールのいやらしいひらひらで優しくまったり攻められて、射精感がじわじわこみ上げてきちゃって、お顔もとろけてるよ。もっととろけちゃおうね。今度はまた先っぽの方だけ入れて、祈祷をひだひだゾーンで集中攻撃。ほらほら、くちゃくちゃ、しこしこ、ゆっくりと仮にひだひだをにゅるにゅるこすりつけちゃう。これやっぱりいいんだ。へえ。ダメ。君の可愛い声をもっと聞きたいからやめてあげない。ゆっくり。このくらいのスピードだと射精できないでしょ。偽物をマンコにおちんちんも甘く優しくいじめられて、いっぱい可愛い声出してね。おちんちんの先っぽいじめながら、こっちの先っぽも、唾液首を下先でかむから、もう体ビクビクってさせすぎ。おちんちん抜けちゃったじゃない。もうダメ？おかしくなっちゃう？しょうがないな。じゃあ、そろそろ行っちゃおうか。ぎゅって握って、こんな風に空気抜いたら、オナホールってすごい吸い付いてくるんだよね。これを、ほら、根元までおちんちんがずっぽり偽物をマンコに入っちゃった。今度は射精できるように少し早くしごいてあげる。ちょっと強めに握って。
褒美セックスなんだし君も腰動かしてお姉さんの偽物おまんこ突き上げて合わせてお姉さん持って動かしてあげるね。すごい腰早いね。ねえ、偽物おまんこの中気持ちいい。おちんちんにジュポジュポってついついて。中がぬるぬる絡みついてもっとシコシコ早くしてあげるから精液いっぱいドピドピってしちゃおうね。すごい激しい息も荒いしもうすぐ出ちゃう。いいよ、気持ちよくなったら思いっきり腰突き出して一番奥で中出し、しちゃおう。ほらほら、シコシコ、ぐちゅぐちゅ。お姉さんと偽物おまんこに、君のおちんちん生かされちゃうね。あげるから全部出しちゃおうね。ドクンドクンって射精してるおちんちんをゆっくり何度もオナホールの中でピクピクって震えてる。ほら全部出して、ビュクビュク、ドピドピュって、気持ちいいね。言ったばかりのおちんちんにはちょっと刺激強かった。君が偽物をマンコでいじめられておえいちゃってるの、とっ
ても可愛かったよ。今度はまた別のオナホールも試してみようか。さてと、君もさすがに疲れちゃったでしょ。簡単に食べるもの作っておくから、ちょっと横になって休んでていいよ。エッチなおかずだけじゃなくて、こっちもちゃんと味わって食べてよね。